はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はヨハンナピックアップについて引いた方がいいのかというお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ早速見ていくんですが、今回ヨハンナのピックアップですね、それが今来ているよって状態になってます。で、まあ期間としては2月17日から3月10日までということで、まあ3週間あるって感じですね。めちゃくちゃ長いピックアップとなっております。で、ヨハンナと同時に、期間限定の概念レースをプラス24期をピックアップとする、24種類の召喚を、期間ごとに切り替わりで開催していくという感じです。はい。で、まあスケジュールとか見ていけばわかるんですが、まあヨハンナに関してなんですが、まあ3月10日までですね、あるよーって形と、26日27はコアトルメイブさん、その次ガラテア、オリオン、ナイチンゲール、サンゾーちゃん、アルペンランサー、シトナイ、オサカビ姫、タマキャス、アナスタシア、ジナコ、エウロペ、リオスクロイ、ジャンヌルーラー、アルテラ、ブラダマンテ、フヤキャス、フランシス・ドレイク、ジャック・ザ・リッパー、モードレット、ブリトラ、アルペン・セイバー、ニトールタのピックアップもあるよって感じです。はい、スケジュール見ると分かりやすいんですが、26日からいろいろ始まっていくよって感じですね。はい、でこの話全部するとすっごい尺が伸びてしまうんで、今回はヨハンナだけちょっとお話しさせてもらおうかなと思います。はい、ということで結論ですね、ヨハンナさん引いといた方がいいのかというお話なんですが、まあ個人的に好きだったら引けばいいんじゃないかなと思います。はい、で、アーツのサポーター、クリサポーターが欲しい場合も引く価値ありかなって感じです。理由としてめちゃくちゃ単純なんですが、ヨハンナさん普通に性能として強いです。はい、ルーラーのアーツの殴ルーラーとしては結構破格の性能してます。アーツのクリー力 100% アップとか NP30%、 味方全体に NP20% とかいろいろ配ってくれる優秀なキャラクターとなっているんですが、まあいかんせんルーラー、まあ人権格になるかって言われるとまあならないだろうなっていうのが俺個人の意見となってるんで、まあアーツの補助が欲しい場合狙いに行く価値あり、それ以外だった場合好きだったら狙いに行くというのでいいんじゃないかなと個人的に思っております。はい、ということでね、まあ軽くねヨハンナの性能を見ていこうかなと思うんですが、まあヨハンナさん宝具に関しては自身に悪特攻一旦付与の敵全体に強力な人の力を持つ敵特攻攻撃強化無効状態1回の3ターン付与ということで普通に強いです。はい、宝具自体も強い、2段階特攻を乗る時点で相当火力は出てくれます。で、悪特攻付与なので通常攻撃にも乗るって考えたらクリティカル運用した上でも結構使えたりします。で、宝具に関しては人の力を持つ敵特攻してくれるので悪くないよって考えると、もうこの子持ってて損はないなと個人的に思います。で、あと強化無効状態1回の3ターンとかね、高難易度向けの性能だったりするんで、まあ、高難易度でも使えるし、まあ、周回でも使えるしみたいな感じです。で、この子自体システムで周回することも可能となっているんで、そのことを考えたらやっぱり引き毒じゃあ引き毒のサーバントなのかなと思います。で、さっきも言っていた通りアーツの性能クリティカル、アーツのクリティカル性能 100% アップとか自身 NP30%、 味方全体に NP20% チャージを毎ターンやってくれる ×3 ですね、それによってまあ周回等でNP サポーターとしても使うことができるって考えると割と破格なんですよ。ルーラーの中でサポートもできるし自分で殴ることもできるし、まあ強いねって感じです。ただルーラーというクラスでまあ有利が取れるっていうのがバーサーカーとムーンキャンサーとなるってことを考えたらなって感じはするんだけど、それに関してはね、もうここ最近エクストラクラスが増えまくってるせいで、まあまあ別に許容範囲かみたいな形になるので、まあそのこと考えたらまあヨハンナに関しては狙いに行っても個人的にいいのかなと思ったりしております。ただ、さっきも言った通り人権になるかと言われると人権にはならないです。モルガンとかカミジュナですねみたいにめちゃくちゃ使いやすいかと言われるとならないです。なぜかというとルーラーだから。ルーラーが結局周回でめちゃくちゃ使うかって言われると使わないので、そのことを考えたらまあ
本当にアーツ主軸で好きだなっていう方に関しては狙いに行くみたいな形でいいんじゃないかなと思います。そしてついでに概念連想の方もお話ししていきましょう。概念連想なんですが、今回星5連想がめちゃくちゃ強いです。はい、ウィンズオブスプリングス、まあプロトマーリンのレディアバロの連想ですね。これに関してなんですが、自身に無敵貫通状態付与のアーツ性能 5% アップ、防御威力 20% アップということで、突したらめっちゃ強いです。で、突しなくても普通に使えます。はい。で、ここ最近ね、無敵貫通連想の評価が個人的に上がってる。まあ、高難易度とかストーリー攻略する上で、無敵貫通連想は持っていて損はないなと思うので、まあ、この連想を狙いに引きに行くっていうのはありかなと思います。で、この連想自体、突したらまあめっちゃ強いんですが、突しなくても普通に性能として使える連想となっているんで、まあ、この連想狙いでガチャるっていうのも俺個人としてはありかなって感じです。うん、まあ突した方が強いんですが、そこは自分の手持ちの意思と相談って感じかな。で、星4連想ですね。まあこれに関してはまあ星4連想らしい連想なので、はい、まあ特にって感じかな。まあアーツバスター NP 獲得してくれるので、もしかしたら使えるかもしれない。まあただ基本使わないですね。可愛いって感じです。で、ホッサン連想に関しても HP 回復とかダメージカットスター2個獲得とかあるんですが、まあ基本使わない連想となってるんで、まあ可愛いな、1枚記念で取っとこうみたいな感じでいいかなと思います。はい、なのでまあ基本このプロトマーリン、レディアバロンの連想が今回破格な連想と思ってもらえればいいかなと思います。まあめっちゃ強い、どこでも使うっていうよりも、ギミック対処する上でこの連想は1枚持っておいて損はないよねという感じで見てもらえればいいかな。ということで、いろいろとヨハンナについてのガチャについてお話ししてきたんですが、こういう形となっております。まあ基本ヨハンナ性能自体は結構高いスペック持っているんで、好きだったら狙いに行っても OK です。そして概念連想の方ですねに関しても、強い連想が今回あるというので、まあ狙いに行くっていうのもありかなと思います。ただ、ピックアップ的なことを言うと3週間で結構長かったりするので、まあ今いるククルカンのピックとか、まあもしくはバレンタインのピックアップですね、ここら辺を先に狙ってからヨハンナ引きに行くっていうのもありだったりするので、まあそこは自分の手持ちといろいろ相談してやっていけばいいかなと思います。はい、以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.